こんにちは、バーチャルゲームブロガーのラユです。気軽にラユちゃんと呼んでもらいたい。今回はスーパーマリオブラザーズ3のステージじゃないワールド5、やっとここまで来たか。ワールド5に挑戦していくぜ。空の国、このステージはなかなかね、凝ったステージが多い。危ない、リフトメントが急に出てきた。ここはね、結構仕掛けの多いとこなんだよな。あ、しまった、ワンワンに足を食われた。くそ、ここね、尻尾で上に飛ぶといろいろあったりするんだけど、いろいろがわからない方向に話が転がってしまったな。いや、もうサクッと終わらしちまおう。くそ、ここも、ここ惜しいな。いろいろ見したかったんだが、よし、よし、見どころなくクリアだな。まあ、オッケーオッケー。この BGM のイントロがいいよね。このドドンドンっていう。氷ステージ、さあ来い。ここは下の方が難しいので下の方に行かせてもらおう。あえて難しいところに挑戦してこそのスーパーマリオブラザーズ3実況だ。おお、危ない、キノコ惜しい。キノコよし、いいね。行き場のないキノコありがたい。よっしゃ、ここだ。あれ、こっちか。大丈夫かこれ。よしよし、危ない、プープーク、危ない。あっ、くそ、こんなところでやられてるわけにいかんのだ。おら、あ、しまった、いきなりやられてしまった。くそ、なんの、まだゲーム始まったばっかりだ。ここまでは単に落下するだけなんでね、何も難しい。危ない、あ、え、これ踏めないんだっけ、これ踏めないんだっけ。リフトメットの中で白いブロック、うん、これは簡単なルート。いやいやいや、普通ルートで、ほら普通ルートで行くぜ。ほら行くぞマリオ、殴り込みじゃ。あんな人生は危ない。あ、くそくそ、いかんな。今回も結構カット入ることになりそうだな。お、危ねえ、怖えな、ここ。よし、ここで なんかあったはず、なんかあったはず。なんもない、なんもなかった。こいつなんかブロックを持ち上げてる姿がなんかさ、口をこう開けてるように昔から見えるんだよな。これ口開けてるよね、こいつ。一応なんか開けてるように見えるんだよな。危ない、あ、しまった、食われた。口の話をしてたら口に食われたわ。もういい、もう行こう行こう、サクッとね。このステージ結構長いからサクサクいかねえと。よーし、なんかよこせ、なんかよこせ、キノピオ。よーし、たぬきスーツ、今回はこれでクリアしたいとこだね。よし、ここ。まあ、ここはちゃんとね、ステージ3と砦両方くっ、あ、危ない、あ、危ない、お、くっ、近い近い。ねえ。アイテムはスターか。まあ、使わんけどね、スターもね。できるだけ使わずにクリアしたい。ここはかの有名な靴クリボーが登場するステージだな。スーパーマリオメーカーでなぜか拾われた。危ない危ない、ほらこのね、靴クリボーが出てくる。あー、しまった、めんどくせえことになった、めんどくせえ。くそ、厄介な。もうちょい、ちょっと、どう来る。このファイヤーフラワーを始末したい。ファイヤーフラワーを、やばい、ちょっと待って待って、靴、くそくそ、靴に踏まれた。敵に踏まれて死ぬってね、もうマリオにとって最も屈辱的な死に方だよこれ。相当今
マリオのプライドが傷つけられているけど。このまま行くぞ。このままを。こう。おい、こう。ちょ、違う、さっきと同じだ。やばい、これは無限ループ入ったぞ、俺。もうちょいこっち側になんか、誘導できない？2匹目いいんじゃん。いたわ、2匹目。ほい、これ、これがね、靴マリオ。この状態だとね、この、普通は踏めないものも踏めるっていう。このなんか、見た目も面白いし強いっていうね。お、ジャップよし。こういうね、こう、パックンフラワーも踏めてしまうという。このマリオの顔がちょっとだけ出てるとこがいいよね。なんか、これ好きだなぁ。危ね。まあ、油断するとな、やられるからな。気抜かな、気、危ない。気が抜けるとこだったわ。よし。ファイヤー靴マリオ来た。これは史上最強でしょ。攻撃と防御両方とも最強の形態来たな。ただこれ、靴マリオの状態だとダッシュがしづらいから、これがうまく合わないって、あーダメだった。こうなっちゃうんだよな。まあまあ一応クリアということでな。お、これは新規だっけ？確か前回の放送で、あーやっぱ新規か。まあ大体端っこがスターだから、キノコだな。ほらスター、ほら端っこスターなんだよ。大体配置がね、決まってるから、ほら来たスター。はい、まず1個。次。フラワー。ここかな？くさ、まあまあまあ、いいよいいよ。こんなものはね、こういうもんだよ。おい。へいへい、楽勝だ。何がハンマーブロスだ、バカバカし。お、ピーパタ来た。ピーパタね。1ステージだけ飛び放題っていうチートアイテムな。まあ、俺は使わんけどね。今回の放送では。お、よし。なんか最近、キノコばっかり当てているから、うまくね、スターを。お、スター来た。スター。スター。スノコ。スノコ来た、おい。しょうがねえな、スノコ。この鳥で地味に難しかった記憶あるな。結構あの、際どいんだよな。危ねえ。ここは確か、いけたっけ？いけるか、よし。あ、ダメか。尻尾マリオじゃないといけないのか。あの、ちょっとだけ見えてるブロック、これを叩きたい。これをうまく叩きたいんだけど。叩けた、よし！ほら、来た。どうだ、これがスーパーマリオ100万回クリアした男の実力だよ。で、ここどう行くんだ？あれ？下、そっか、下でダッシュすんのか。難しいことを要求すんな、宮本茂は。危ね。こう、地味にね、小刻みに助走つけて、もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい。くそ、もういいかな、酒すんで。よし、いけ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 、マリオ。いけ、マリオ。くそ、もういい。俺は先に進む。あんなところは、もういけねえ。あ、まあ、いや、いいよ、いいよ。100万回プレイした男ってのは、チンマリオでもね、危なげなく、クリア、できるんだよ。危ねえ。危ねえ。危ねえ。あ。くそ。まあまあ。こんなもんだよ。人生ってのは。ここじゃん、ここだ。ここはあの一回、フェイントをかけて、あれ？違ったっけ？フェイントをかけて、ほら危ねえ危ねえ。なんか違った気がするけどいいや。オッケー。ほら。ブンブン、ブンブン、ブンブンに負けるた素人だよ。ほら、来た。ブンブンはノーミスで倒すのが普通だからな。よし、来た。クリアじゃ。この調子で行くぞ。塔だな。よっしゃ。あ、死んだ。
お、危ね。うまくこう飛んでね。怖い。危ね。よし、入った。ここはあの、尻尾で壊せるところは結構あるんだけど、今、あ、死んだ。死んだわ。いけいけ。うえ。危ない。よし、上上。ここそんな難しくないんだよ。さっきの砦に比べればね、だいぶ簡単だからな。まあ、ここはここもサクッといきたいな。この後ろの背景がなんかさ、なんかあの、このなんか、仕掛けに見えてさ、子供の時に。なんかこう引っ張ったらなんか、あるんじゃないかなって思ってたわ。まあ、なんもないんだけどな。お、危ねえ。なんだ、びっくりしたわ。よーし。ここに入ると、空ステージ。この構成いいよな。左上の方にさ、この、ちょっとあの、下の景色が見えてるところが素晴らしいわ。この構成ほんと素晴らしい。で、やっと、ステージ3という。またステージ数多いな。よーし。おー、危ない。あ、しまった！くそ！あー、周り圧警戒しすぎた。やべえな。ちょっと100万回感が少ないな、今回。今回というか、今回も？今回だな。今回少ないな。今回限定の話ね。あ！周り圧がまたな。これはもう無視すればいいんだよな。大ジャンプして、この、ぐるぐる回ってるやつをもう完全にもう触れないような、そういうプレイで十分進めるからな。俺はもうあっという間にクリアだ。このあの、上空ステージはね、あの、ゴール付近に絶対にジュゲムがいるんだよね。多分、空の国だからってことだと思うけど。なかなか怖いんだよね、それが。出た、ちくわブロックで埋め尽くされた。おい、ああ、びっくりした。ああ、なんだ。何が起こった、今。いろんなことが今起こったわ。よーし。まあ、とりあえず、刺した。ここはね、あの、タヌキスーツがあるから。これでもう天下無敵だよ。これでちょっと、あんな、よし。これでどうにか、ああ、タヌキが上書きされた。タヌキの人格が消滅した、これ今。くそ。タヌキスーツで終わりまで行きたいなーって言おうとした矢先の事件である。調子悪いな、今回。まあまあ、行こう行こう。気を取り直してな。もう全部よこせよな、この宝箱。タヌキスーツ来た。あ、そっか、もう、アイテムいっぱいだからな。アイテムいっぱいの状態だと上書きされちゃうのか。じゃあ、キノコを無駄に食っておこう。よし、来た。手合わせ、合わせ。今度こそスターだな。スター。ほら、スター。スラコ。はい。スラコでしたわ。おい、危ねえ。へいへい。荒れてみろよ。ここなんか、なかったっけ？ゴルゴルまた、いらないものが来たな。ステージ6。強制スクロールステージか。あー来た来た。パタメット。マリオの味方で、上に乗るとこう、運んでくれるっていうキャラクターなんだけど、下から触れると普通にダメージを食らうので。やっぱり敵じゃ、あー死んだ！パタメットの善悪について考察していたら死んでしまった。パタメットはだからそのね、下から触ると死んじゃうから、やっぱりこいつは敵なんじゃないかっていう。あ、
タメット許さんぞ、あいつ。パタメットマジ悪党だわ。大悪党だ、こいつ。おい。はい。はい。ここもだいぶ怖いな。よし。はい。危ね。よし。はい。よし。危ね。いやーもうこの、音符ブロックを使った大ジャンプが怖い。絶対どっかで失敗しそうだもんな。あ、ケロンパー来た。あ、しまった。くそ。このケロンパを踏んだ大ジャンプでマリオの姿が見えなくなって、それで着地に失敗するっていうのがね、なかなか、ここなんか、絶対なんかあるよ、ここ。絶対ここなんかある。よーし、クリアー。この調子だ。あと何ステージだ。先投げない。お、来た来た来た。もう、覚えてっからな、ここ。ここもう覚えてっからな。ここがキノコでしょ ?10 コイン?スター。いやいやいや、大丈夫大丈夫。ここが、はい、こう、キノコ。ま、つっても、取ってもな。あ、ま、いや、取ってもどうせ使わないからな。今回アイテムはあんま使わないプレイでいくから。100万回クリアしてるからね。100万、危ない。100万回クリアした人間が、アイテムに頼るわけにはいかんわ。よし。危ない。ここは雲の上から始まって、土管に入ると、この、通常ステージに行くっていうね。こういうなんか構成ほんと面白いよな、スーパーマリオ3は。こうね、世界の広がりを感じさせていいわ。よし。あ、スターがあったけど。スターがあったけど。つか今、右下になんか、穴があったけど、あれなんだ?自決用か?あ、ちょっと。無駄にしちゃったスター。自決用の穴に気を取られた。たまにあるよね。自決用の穴。スーパーマリオシリーズだと。よし、クリア。残り、4ステージ。長いな、マジで。先は長いな。不安になってきた。あー、もうアイテムいっぱいか。タヌキスーツとかは、ちょっと特殊セリフを見るために、温存しておきたい。あ、ここ難しいんだよな。ここが難しいんだよ。今のところ。あ、ここか。危ない危ない。上も大火事、下も大火事だな、ここ。危ない。よーし、キノコ。スターか。おぉ。これ、ブンブンまで行ったら、ブンブン倒さないかな。無理か。あー、キノコ。危ない。おぉ、危ない。楽勝だったな。危ない。ブンブン、ブンブンに、もういいか。ブンブンにやられた素人だから。じゃあちょっと、やってやろうか、ガチ勝負。びっくりした。もうちょっと、煽ってやろうと思ったら、自分から突っ込んできたな。そんなこう、恥ずかしめを受けるくらいだったら自分から死んでやるってことか。ブンブンも。よし。今度こそ、キノコをね、今度こそキノコを止めるわ。キラコ。ああ、よし、やろうか。コノハ。おい。よし、ここはもう、一気に走り抜けよう。お前らにかまかまってやるべきだったか。そう、あ危ない。あ、くそ。やべ、橋で、殺してきたな。スマブラかよ。
復帰できなかったな、マリオ。あー、しまった。この頃はまだね、ジュゲムを倒しても、雲を使えないんだよな。ジュゲムを倒すと雲が使えるってのは、この次のスーパーマリオワールドからね。よし。クリアだ。残り2ステージ。長かった空の国も。おお、来た。ここだ、ここだよ。空の国、最難関。この斜めスクロールステージ。斜めにスクロールしながら上に行かないといけないっていうね。はい。で、調子よく飛んでるとケロンパがやってきて。もうちょっとか。ここ、地味に厳しい味だったな、今。来た、ケロンパ。こいつも怖いよな、なんかな。よし、危ねえ。倒してもいいんだけど、無理に倒すよりは。おい、倒した。無理に倒すのがあー、まだ復活した。倒しても復活すっからな。よし、でもクリア。よし、ほら来た。危ない危ない。危ねえ。よし、これはスター取れる。ほら来たー。来たー。お、よーし。今回なんか、これ多いな。これめくるやつ。もう大体配置は、あれ？あー、フラワーね。わかったわかった。フラワーがここだから。はい、ここフラワー。はい、20。はい。よし。じゃあ次は尻尾マリオでね。尻尾マリオでクリアして、特殊メッセージを、お見せしたい。そろそろお見せしたい。特殊メッセージを。鳥になってる。ちょっとスーパーマリオ USA 感ある鳥だな。今見るとね。しゃ。殴り込みじゃ。行くぞ、マリオ。ここはサクッとクリアしてな。この、地蔵をうまく使っていきたい。地蔵をうまく使っていきたい。これほら、これで踏むと、あれ？倒せなかったっけ？あれ？確かこの火炎放射器って、地蔵で倒せなかったっけ？あれ？違う形状だったかな？まあいいよ。別に。吹き出る炎なんか無視しても危ない。吹き出る炎なんか無視してもね。人生は続いていくんだよ。タヌキがなくなっても人生は続いていくのだ。危ない、ちょっと待って待って待って。怖いな、配置。今回も特殊メッセージ見せられるぞか。確か、ここから先、タヌキ、スーツが出ると、あ、危ない。ここから先、タヌキスーツが出るところあったっけな、ステージで。ここなんかあったりしない？そういう優しさはないか。そんなものはなかった。よし。こいつはなんだっけ？あ、モートンじゃなくて。あれだ、ロイだ。ロイ、ロイ、ロイ。ロイ来たわ、ロイ。ロイ。ロイ、今度こそ倒すぞ。手強いシミュレーションが来たな。こいつは、この、地震でね、こっちの動きを制限してくるから。あっぶねえ。あぶねえ。よし、来たー。ああ。で勝利だ。やったぜ。いや、空の国結構手強かったな。おお、来た。王様、ヒゲが長い。仙人みたいな感じだな、王様。仙人じゃねえの、この人。空の国だからヒゲが長いのかな。氷の世界では気をつけて。氷に閉じ込められた者たちは、炎で蘇るはずですか。白色ですな、ピーチ姫は。ワールド6。ここまで来たか。ここ結構むず、こっからかなり手強いぞ。さて次は、どうなってしまうのか、次回に続く。さらばー。